ただいまから平成31年第484回読谷村議会定例会を開会いたします。これより本日の会議を開きます。日程1、会議録署名議員の氏名を行います。本定例会の会議録署名議員は会議規則第127条の規定により議席7番津波子菊江議員と議席12番比嘉幸雄議員を指名いたします。日程2、会期の決定の件を議題とします。お諮りします。本定例会の会期は本日2月28日から3月26日までの27日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって会期は本日2月28日から3月26日までの27日間と決定しました。なお会期中の会議予定につきましてはお手元に配布しました日程表のとおりご了承願います。日程3、次に12月定例議会から本日までの議長諸般の報告を行います。議長の皆務報告はお手元に配布してある皆務報告のとおりでございます。例月現金出納検査報告については地方自治法第235条の2第3項の規定により平成30年10月11月12月分および平成31年1月分の例月現金出納検査の結果報告が提出されております。議会図書室に配置し閲覧できるようにしてあります。次に陳情書等の受理について12月定例会以降に受理した陳情等は7件でございます。議会運営会委員会の諮問の結果お手元に配布のとおりでございます。また公共工事等に関する行政報告として平成30年12月1日から平成31年1月31日までの分を配布してあります。以上で議長の諸般の報告を終わります。日程4、平成31年度村長施政方針を行います。石嶺伝術村長。はい、最後数用中がなびら、傍聴席の皆さんも平米と面相地区装置ペーニヘレビル、それでは本日ここに第484回読谷村議会定例会の開会にあたり平成31年度の予算案をはじめとする諸議案の説明に先立ち村政運営に対する基本方針と主要施策事業について申し上げ村民並びに議員の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。村政が施行して110年の節目を迎えた本村は今や人口は4万1000人を超え着実に成長発展し続けてまいりました。これは本村が今まさに実りを目の前にした童貞の中にあり名実ともに日本一の村として誇れる村づくりに邁進している成長期にあると思っております。私はその長い村政の歴史において村長就任10年目を迎えることとなりますがこの間長年の重要課題であった読谷補助飛行場は国や県をはじめとする多くの関係者のご協力により平成18年全面返還されその後の跡地利用につきましては地域振興センターやパークゴルフ場などの整備農地所有適格法人旧農業生産法人への農用地の貸し付けなど地域振興と戦後処理の新たなステージを迎えておりこれからも着実に地域振興の拠点とした環境整備がなされるものであります。これもひとえに多くの村民の皆様のご尽力の賜物であります。
今後とも初心を忘れることなく、村政運営に邁進してまいります。さて、我が国は平成20年をピークに人口減少に転じ、着実に少子高齢社会が進行しております。さらに2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、かつて経験したことのない超高齢社会を迎えます。急激な高齢化に伴い、社会保障費は増加し、医療や介護に関するさまざまな課題に直面しております。まだ人口が増加傾向にある我が村も例外ではなく、子どもからお年寄りまで、すべての方が住み慣れた地域において、その人らしい自立した生活を送ることができる社会づくりは喫緊の課題です。さらに本村の学校や道路、浄水場などの都市施設は整備から年数が経ち、建て替えや長寿命化に向けた取り組みが必要であり、計画的な都市施設整備が求められております。社会保障費の増加や建設事業など、旺盛な財政需要が見込まれることから、引き続き健全な行財政運営に努め、本村の福祉の増進を目指して邁進してまいります。昨年は米軍ヘリ不時着や住居不法侵入、銃を不法所持した空軍兵が本村で逮捕されるなど、米軍による事件事故が多発し、村民に強い怒りと不安を与えました。過重な基地負担による事件事故は、村民の安全安心な生活を脅かすものであり、決して許されるものではなく、このような弊害を是正すべく、今後も関係機関と連携し、基地負担軽減と日米地位協定の抜本的改正に向け、積極的に取り組んでまいります。私たちは、かつての大戦の教訓に立ち、平和を希求する心を大切にし、これまでの村づくりの成果を紡ぎ、これからの読谷村を一位ユンタン座の気概を持って築き上げていかなければなりません。読谷らしさを大切にしながら、歴史に学び、平和を尊び、文化を育む、そういった村づくりを着実に実現していくことが、村政に課せられた使命であると考えております。今後も読谷村のより一層の発展に向け、自治基本条例および読谷村豊佐村ビジョンに基づき、村民一人一人が主人公であるという視点に立った共同の村づくりに邁進してまいります。2、村政運営に対する基本方針、ここで村政運営に対する基本方針を述べてまいります。村政運営にあたりましては、日本国憲法の理念および読谷村豊佐村ビジョンの基本理念と次の基本方針に基づき進めてまいります。1つ、基本的人権を守り、誰もが平和で健やかに暮らし、男女が共同して社会に参画できる読谷村を目指します。2つ、平和を希求する憲法の基本理念を遵守し、米国優位の日米地位協定の見直しに向けて働きかけてまいります。3つ目、住み慣れた地域で村民が自分らしく暮らしていける読谷型地域包括ケアシステムの構築で、医療、介護、予防、生活支援等が一体的に提供できる共同の村づくりに努めます。4つ、読谷補助飛行場跡地をはじめとする返還軍用地の跡地利用を着実に推進することにより、読谷村の活性化に努めます。以上、この4つの方針を村政運営の柱に掲げ、これまで諸先輩方が築き上げてきた村づくりの成果を大切に
しながら新たな創造発展に向けて村民とともに汗を流し、その成果を共感できる創造、共同、感動、そして一位ユンタンザの村づくりに取り組んでまいります。3. 本年度の重点施策、平成31年度の重点施策は次のとおりであります。1. 子ども子育ての推進、本村の待機児童数は認可保育園の増設など一定の解消が図られてきましたが、低年齢児等の対策はまだ十分とは言えません。また放課後児童クラブなど子どもたちの居場所整備が立ち遅れております。地域の宝である子どもたちが健やかに育つことができるよう、2020年度以降の本村における少子化対策、待機児童の解消、地域における子育て支援の充実を図るため、第2期読谷村子ども子育て支援計画を策定いたします。また待機児童の解消のため、0歳児から2歳児の低年齢児を対象とした小規模保育事業所を認可するとともに、読谷村北保育所の運営を社会福祉法人膝川福祉会へ移管し、受け入れ児童数の増員を図ってまいります。そして保育環境の充実のため、認可保育園において5歳児保育の実支援を拡充するとともに、新園舎建築工事の支援を行ってまいります。子育て支援の充実につきましては、医療機関での病後時一時預かり事業の対象範囲を病児まで拡充するとともに、認可外保育施設への支援を継続してまいります。放課後の子どもの居場所づくりの充実につきましては、木名小学校敷地内への放課後児童クラブの新築工事に取り組んでまいります。子どもの貧困対策につきましては、子どもの自立を目的とした支援員の配置や子どもの居場所支援などを引き続き行ってまいります。村立幼稚園におきましては、複数年保育の一環としてフルゲン幼稚園におきまして4歳児保育を実施いたします。学校教育につきましては、保護者及び地域住民等の学校運営への参画と共同を推進し、児童生徒の健全育成に取り組むための学校運営協議会を設置します。学校家庭地域の連携につきましては、家庭教育相談支援事業、地域学校共同活動推進事業、地域の公民館を活用した放課後子ども教室推進事業、通称万博広場を継続して推進してまいります。括弧にユンタンザ産業づくりの推進失礼します。ユンタンザ産業づくりの推進につきましては、農業商工観光の連携が必要不可欠であります。今後とも行政と村内経済団体等で組織する地域振興協議会の強みを生かし、新たな特産品の開発や販路拡大に取り組むとともに、地場産業の発展及び地域振興に努めてまいります。農業は本村における重要な基幹産業であります。平成30年度には沖縄県農業協同組合との連携により、読谷村営農地産地消推進室を地域振興センター内に設置いたしました。今後とも営農指導の強化、農家や農地所有適格化法人等の経営の安定に努めるとともに、6次産業化を推進し、さらなる農業の発展に取り組んでまいります。また平成30年度に整備した
農林水産物加工センターの活用を図り、衣服食の連携を推進するとともに、地域で生産される農水産物や加工品を学校給食等で活用するなど、地産地消流通システムの充実に努めてまいります。本村の重要な観光資源である大型定置網漁船やジンベエザメイケスを活用した読谷型観光体験漁業を引き続き推進してまいります。本年度は第10回東アジア辛いも友好ワークショップを本村で開催いたします。参加者は県内のみならず中国や韓国など海外からも集まるイベントとなっており、本村の農業のみならず農業商工観光連携による地域資源を生かした観光や体験など本村独自の魅力を大いに発信できる大会として開催いたします。スポーツを通した人づくりの推進スポーツを通した人づくりの推進スポーツコンベンション事業につきましては、スポーツキャンプ誘致に取り組み、年間20件を超すスポーツキャンプが実施されるようになりました。関係者からは本村の恵まれたロケーションや受け入れ体制、施設などが高く評価されております。本年度はラグビーワールドカップ2019アメリカチームの公認キャンプ地として取り組みを推進してまいります。また2020東京オリンピック・パラリンピックの開催を視野に入れ、各種スポーツキャンプや大会等の誘致に取り組んでまいります。またトップ選手との直に触れ合える機会の創出により、青少年のスポーツ振興や健全育成、競技者の競技力向上、地域との交流など、スポーツを通して夢、希望、感動を感じることのできる環境づくりに努めてまいります。スポーツの楽しさや喜びを感じ、継続的にスポーツに親しめるよう、各種教室や大会を開催するとともに、村民にとってより利便性の高い新たな体育施設の整備を行い、スポーツの普及、健康づくりに努めてまいります。4、包括的コミュニティづくりの推進。各家族化、少子高齢化が進む中、子ども子育ての充実や高齢者福祉の向上においては、これまで以上に地域の協力が必要とされております。また、大災害の経験から、改めて地域の絆が重要視されており、防災活動や災害復旧には普段からの取り組みが求められることからも、林保共同の精神に基づく自主防災会設立の支援及び育成に努めてまいります。今後さらに地域福祉や防災活動等行政区域における諸活動の推進を図るため、行政区域の意義や活動情報を積極的に発信してまいります。本村ではこれまで自治会を礎に村づくりを進めてまいりましたが、近年自治会加入者が減ってきている状況があります。今後は広報誌を自治会の情報などに積極的に周知すると、加入促進に向けた取り組みに努めてまいります。また、麻別構想推進事業を継続的に実施し、各自治会の特色を生かした地域づくりを支援するとともに、さらなる地域活動の充実を図ってまいります。地域コミュニティの拠点施設の整備に関しましては、宇佐コミュニティ施設建設工事、本工事に取り組んでいくとともに、大木地区学習等共用施設改修事業の実施設計に着手してまいります。行財政改革の推進。本村の財政状況は、これまでの
行財政改革の成果もあり、現状では他団体との比較において良好な状態にありますが、村民センター地区の整備や小学校校舎の建て替えが予定されております。このような旺盛な財政需要に対応するため、さらなる内部経費の節減を図りつつ、公共施設建設基金や臨時財政対策債等を適宜有効に活用し、健全な財政運営に努めてまいります。4、本年度の予算と実施項目、平成31年度の予算編成につきましては、村民ニーズや社会情勢に対応した編成をいたしました。特別会計を含む6会計の総額は210億1593万5000円で、対前年度比 0.7% の増となり、一般会計の予算総額は138億5811万1000円で、対前年度比 0.5% の減となっております。予算の詳細につきましては、提案理由の中でご説明いたします。別表に表については後ほどご参照ください。次に主な施策の概要事業を体系的に説明いたします。括弧1、紛失しなし、しなき、ゆちゆちと暮らさ、自然と調和した潤いのある村づくり。本村は豊かな自然環境に恵まれた美しい村であり、自然環境の保全に配慮した村づくりに引き続き努めてまいります。景観につきましては、読谷村景観条例および読谷村景観計画に基づき、本村の自然、歴史、文化など読谷村固有の風景づくりを推進してまいります。墓地につきましては、墓地整備基本計画に基づき、継続して適正な誘導や規制を行ってまいります。都市計画につきましては、地域の将来像や基本方針並びに整備方向を検討するとともに、都市計画行政を体系的かつ総合的に推進することを目的とする読谷村第三次都市計画マスタープランの策定に取り組んでまいります。軍用地跡地利用につきましては、瀬那覇通信施設において事業導入に向けて支援を継続するとともに、ソベ通信所跡地における地区計画の都市計画決定および道路整備の事業採択に向けた取り組みを継続してまいります。大湾東地区、大木地区における土地区画整理事業につきましては、造成区画道路工事を継続実施し、早期の事業完了を目指して関係機関と連携して取り組んでまいります。また大木南地区におきましては、区画整理事業認可に向けた支援を継続し、さらなる跡地利用を推進してまいります。本村の幹線道路等につきましては、村道比嘉牧原線、村道浪平戸谷線の整備並びに地域住民の生活環境の改善を目的とした村道大湾7号線整備事業、そして戸口地内排水路整備事業について取り組んでまいります。上水道整備につきましては、読谷村水道事業変更認可に基づき、大湾東土地区画整理事業地内村道大湾7号線および瀬那地内での排水管敷設工事や県道6号線および浪平ポンプ場での排水管敷設替え工事を実施し、良質な水の安定供給を図るとともに、中長期的な経営の基本計画である経営戦略を策定し、水道事業の健全な経営に努めてまいります。下水道事業につきましては、大木土地区画整理事業の進捗と整合を図りながら整備を進めていくとともに、古源地区大木地区におきましても
整備区域の拡大に取り組んでまいります。また、ソベ浄化センターにつきましては、引き続き適正な維持管理に努めてまいります。公園整備事業につきましては、夕方公園の整備工事を継続し、村民の健康づくり、憩いの場づくりに取り組んでまいります。循環型社会の推進と地域環境改善のため、一般廃棄物減量等推進審議会を開催し、増加傾向にあるごみの減量化やごみの分別と大量に発生する草木のチップ化による再資源化に取り組み、リサイ率の向上を図ります。また、読谷村地球温暖化対策実行計画に基づき、平成30年度に整備した防犯灯管理台帳を活用し、防犯灯の LED 化を進めることにより、消費電力削減による二酸化炭素排出量抑制に努めてまいります。交通安全対策につきましては、児童生徒の通学路の安全確保に取り組むとともに、飲酒運転撲滅を重点目標に掲げ、嘉手納地区交通安全協会、交通安全母の会と連携し、交通安全の強化を図ってまいります。防犯対策の充実につきましては、地域住民が安全で安心して暮らすことのできる社会の実現を目指し、嘉手納地区防犯協会等との連携による防犯体制の強化を図ってまいります。防災対策につきましては、防災行政無線のデジタル化への移行に向けて取り組んでまいります。括弧に、チムジュラサール人の学び育ち、夢を育み将来輝ける人づくり、学校教育につきましては、学習指導要領改定に伴う中学校における特別な教科、道徳を円滑に推進してまいります。学力の向上につきましては、学力向上推進協議会における取り組みや、学力向上委員会における学校訪問を効果的に実施し、生きる力を育む学校教育を支援します。就学援助の取り組みとして、新入学準備金の支給を中学校に加え、小学校におきましても開始いたしました。引き続き、すべての子どもたちが健やかな学校生活を送れるよう、同制度の周知に努めるとともに、内容の充実を図ってまいります。学校施設の環境整備につきましては、徳島幼稚園の空調設備改修工事を行うとともに、古毛南小学校校舎改築のため、校舎改築基本計画を策定してまいります。平成30年にリニューアルオープンした世界遺産抱き見城跡ユンタンザミュージアムにおきましては、本村の豊かな歴史や文化、自然、美術工芸に関する常設展示や各種企画展示会、講座などを実施することにより、多くの皆様にご来場いただけました。本年度も引き続き、文化の振興や地域活性化、観光振興の核となる施設として運営に励んでまいります。文化財の保全につきましては、鳥居通信施設等において、埋蔵文化財発掘調査を実施してまいります。また、大湾あがりの右岸遺跡につきましては、報告書の発刊に向けて、引き続き取り組んでまいります。村民の教育、学術及び文化の向上の一助として、これまで調査・編集した各技ガイドマップ情報をデジタル化するとともに、島言葉に親しんでもらう教材として、引き続き日常生活で使用できる語彙をまとめたパンフレットを作成してまいります。村民総参加の読谷祭りは45回目を迎えます。今後も郷土の優れた伝統文化を継承するとともに、新しい文化の創造と活力ある産業の発展の場として村民とともに取り組んでまいります。生涯学習の振興につきましては、創造性、国際性に富み、社会に貢献できる人間性豊かな人材の育成に引き続き取り組んでまいります。
文化センターにおきましては、開館20年を迎える節目の年にあたることから、大鳥ホールにおいて、第10回読谷村民族芸能祭や NHK のど自慢沖縄県伝統芸能公演など、周年を記念する文化事業の誘致に取り組みます。また、施設機能の向上のため、引き続き空調機器改修工事及び防水工事を実施いたします。村立図書館では、暮らしの中に役立つ情報センターとしての機能づくりを目指し、図書館資料やレファレンス機能を活用し、地域課題の解決に対応する情報を広く提供してまいります。また、読谷村関係を中心とする郷土資料の充実を図るとともに、図書館システムを活用したさらなる利用者サービスの向上を目指してまいります。学校給食につきましては、老朽化した時給食調理場を最新の衛生管理、調理機器の備わった読谷第二給食調理場へ統合し、給食の安全安心の確保に向けて取り組んでまいります。括弧3、ウマンチュやお笑い福地眼中の島、未来が輝くはつらつ村づくり、地域福祉につきましては、自治会を中心とする地域支え合い活動を推進し、地域課題をいち早く把握し、地域住民とともに解決に向けた取り組みを進めてまいります。また、地域のつなぎ役である民生委員、児童委員の増員を図るとともに、横断包括的相談体制を整え、老若男女一人一人が自分らしく暮らし続けられる地域づくりを村民とともに作り上げてまいります。集団特定健診では、基本健診無料化等引き続き充実した健診体制の整備に努めます。また本村の、健康課題である生活習慣病を起因とする動脈硬化性疾患の発生予防のため、新たに眼底検査を導入してまいります。今後とも客観的な健診データに基づき、保健師、栄養士による保健指導を実施することで、村民が正しい知識のもと健康づくりの方法を自ら選択できるよう支援してまいります。母子保健につきましては、女性が安心して妊娠・出産が迎えられるよう、妊婦健診の公費負担を継続実施するとともに、子どもの健やかな健康づくりと成長発達を支援するため、乳幼児健診の受診率及び予防接種率の向上に引き続き努めてまいります。また、新しい取り組みといたしまして、1歳以上対象におたふく風邪予防接種ワクチンの費用補助を行ってまいります。健康増進センターは本年度より指定管理へ移行いたします。民間活力を生かし、これまで以上に幅広い世代に応じた運動教室を展開し、健康づくりの拠点として村民が親しみやすく利用しやすい施設運営に努めてまいります。高齢者福祉につきましては、各地域のゆいまる共生事業や老人クラブ連合会への支援を継続するとともに、シルバー人材センターの活用などを含めた高齢者の生きがいづくり、健康づくりに努めてまいります。また、沖縄県介護保険広域連合厚生市町村における保険料は増加傾向にあることから、関係機関と連携、構築し、地域資源を生かした介護予防、日常生活支援総合事業に取り組んでまいります。また、今後、増加が予想される認知症などへの対策や、子どもから高齢者まで誰もが住み慣れた地域で安心して生活していけるよう、読谷型地域包括ケアシステムの構築に積極的に取り組んでまいります。診療所におきましては、引き続き県立宮古病
病院の在宅医療専門医や県立中部病院の研修医の受け入れを進め、他のクリニックとの連携など地域医療の体制づくりに努めるとともに、在宅医療への取り組みをさらに推進してまいります。今後とも村民が安心できる医療体制を維持できるよう、村民の身近なかかりつけ医としての役割に努めてまいります。障害福祉につきましては、ライフステージに応じて福祉サービスの適切な情報提供や相談支援事業など切れ目なく実施し、障害の有無によって分け隔てることなく地域で安心して自立した生活環境を構築できるよう支援してまいります。国民健康保険事業につきましては、平成30年度より沖縄県と共同で運営を行っております。平成27年度に行った国保税率の見直し以降、収支は改善傾向にありますが、高齢者の増加や医療の高度化により1人当たりの医療費支出が増加していることから、引き続き財源である国保税の収納率の強化、医療費の適正化に取り組み、健全な国保運営に努めてまいります。4、多げに一位を口くぐらばな逆さ、一つどい活力と魅力ある村づくり。農業につきましては、平成29年度に小菊、甘蔗に続き3品目目となる人参が、拠点産地に認定され、確実に農業生産の強化を図ってまいります。まいりました。今後ともサトウキビ、牡蠣、野菜、紅芋、マンゴーなどの農産物及び畜産の安定生産、出荷体制の強化に取り組むとともに、新たな担い手育成や認定農業者等の支援に努めてまいります。また、国県の交付金制度等を活用し、農家や農地所有、適格化法人等の所得向上と負担軽減を図ってまいります。さらに、食の安全安心への取り組みとして、環境負荷の少ない減農薬農業への転換や、農作物の安定量の確保や、多種多様な品目供給のための栽培講習会の開催等、沖縄県農業協同組合等との連携協力によって取り組んでまいります。遊休農地につきましては、農業委員会及び農地中間管理機構と連携し、その解消に努め、担い手等への農地集積を図ってまいります。水産業の振興につきましては、読谷村漁業協同組合への運営支援を行うとともに、製氷施設等の経年劣化による漁業活動への不安を解消するため、新たな鮮度保持施設の整備に対する支援を行ってまいります。観光の振興につきましては、読谷村観光協会の組織強化と事業の充実への取り組みを継続するとともに、本村の豊富な観光資源、地域資源を読谷ブランドと位置づけ、それらを活用した観光誘客と情報発信に努めてまいります。商工業の振興につきましては、引き続き商工会への運営補助を行うとともに、中小企業の支援として創業支援事業やふるさと融資等の制度を積極的に活用してまいります。八村につきましては、村全域に68の工房が点在し、名実ともに八村の村として県内外、さらには外国からも認知されていることから、主要な都市において県内有数の八村の産地としてのさらなる PR 事業を展開するとともに、本村で開催される八村関連イベントへの誘客に引き続き取り組んでまいります。ユンタンザ花火につきましては、新たな販路開拓、新商品開発に引き続き取り組むとともに、後継者育成事業や生産技術の向上、組織強化への支援を行ってまいります。手技工芸の技術継承や発展のため、それぞれが抱える課題解決に
向けた支援や環境整備を行うとともに、本村の特産品として広く村内外へ紹介する機会の創出に取り組んでまいります。括弧5、うちするティチクラナ、平和の湯、平和で平等な共同の村づくり。本村の村づくりは、これまでも村民と議会、執行部との共同によって進められてまいりました。今後とも住民自治の推進を図り、各種団体の主体的な活動を支援し、自治と共同による村づくりに取り組んでまいります。読谷大学につきましては、地域資源、人、自然、文化等を掘り起こし、共同の村づくりの担い手育成に資するため、本年度も継続して取り組んでまいります。平和村づくりの推進につきましては、悲惨な戦争を二度と繰り返さぬよう、歴史の実相を後世に伝え、幅広い世代で平和について考えていけるよう、引き続き平和創造展、児童生徒の平和に関する図画作文コンクールや、平和の願いを広く発信する平和コンサートを開催してまいります。村民相談につきましては、関係機関と連携し、事業の充実を図り、村民が利用しやすい相談体制づくりに努めてまいります。村税につきましては、本村が提供する行政サービスの根幹となる重要な財源であり、本年度も村税の適正課税、納期内収納を目指し取り組んでまいります。また、納期内納付をした納税者との公平を保ち、滞納の解消を図るため、今後も滞納者に対し、財産調査に基づく納付能力の確認を行い、滞納処分を実施するなど、徴収強化の取り組みを継続し、自主財源の確保に努めてまいります。行政サービスの向上を図るため、窓口業務において、多言語に対応したオンライン通訳ツールを導入いたします。5、終わりに、以上、村政運営に対する考え方、それを実現していくための主要施策事業について述べてまいりましたが、本年度に実施予定のすべての事業は、これからの村づくりに欠かすことのできない重要な事業であります。2019年、平成が終わり、新しい時代が始まろうとしています。この30年の間、我が国はグローバル化や情報通信分野において大きく進展し、世界中のどこにいても多様なコミュニケーションが取れるようになりました。その一方で、個性的で多様な生き方を求める社会構造の変化や人口減少や地域における過疎化問題といった新たな課題への対応を求められる時代を迎えることとなります。しかし、どのような時代においても、人と人との直接的なつながりを大切に、支え合いながら生きていくことが大切であると、私たちは過去の悲惨な戦争や多くの自然災害からの復興により学んでまいりました。ユタサールフンシ、マサルチムグクル、サチフクルハナドムイアワチ、これから迎える新たな時代、そして読谷村のさらなる発展に向けて、ムイアーチ、ユイの心を胸に刻み、手に手を取り合い、心一つに共に村づくりに取り組んでまいりましょう。結びに、今後とも雇用主は村民であることを肝に銘じ、村民の視点に立った村づくりに職員一丸となって取り組んでまいります。皆様のご協力と、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、私の平成31年度施政方針といたします。平成31年2月28日、読谷村長、石峰伝日、一平二平で読谷。
村長の施政方針は終わりました。日程後、議案第4号、平成30年度読谷村一般会計補正予算第9号についてを議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。与那覇美沙夫総務部長。議案第4号、平成30年度読谷村一般会計補正予算第9号についてご説明を申し上げます。1ページをご覧ください。第1条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2665万6000円を増額し、歳入歳出予算総額を156億7424万5000円といたします。第2条の繰越免許費は年度内にその支出を終わらない見込みで、翌年度に繰越して使用することができる経費は7ページから8ページの第2表の企画事務運営事業ほか15事業で6億9195万6000円であります。第3条の債務負担行為につきましては、9ページの人事管理事業、訴訟委託料と健康増進センター指定管理料について定めるもので、期間限度額につきましては、第3票の通りといたします。第4条では、地方債の補正を定め、10ページ第4票の通り、都市計画費債で、規定の1億5710万円に1540万円を追加し、1億7250万円といたします。次に歳入の主なものを申し上げます。13ページをご覧ください。一貫一行の村民税3696万円および14ページの一貫二項の固定資産税1384万1000円の増額は収入見込み額の増によるものであります。18ページをご覧ください。6貫一項一目の地方消費税交付金5760万円1000円の増額は交付見込み額の増額によるものであります。35ページをご覧ください。23巻1項6目の土木被災1540万円は夕番田公園整備事業に充当してまいります。次に歳出の主なものをご説明申し上げます。39ページをご覧ください。2巻1項5目の公共施設建設基金積立事業2億7453万6000円は、今後建設が予定されている第一給食調理場改修等の公共施設の建設費用として、また読谷村立学校建設基金積立事業3億2020万円は、村立学校の建設費用に充てるために積み立てていくものであります。41ページをご覧ください。2巻1項12目の財政調整基金積み立て事業4億9831万7000円は、次年度以降の予算編成時の財源確保等のために積み立てを行うものであります。91ページをご覧ください。14巻1項1目の予備費7億5281万円の減額は、普通交付税の確定分など予備費へ一時的に予算措置してありましたが、本年度の最終補正となりますことから、財政調整基金積立金や公共施設建設基金積立金へ積み立てていくための補正であります。92ページからは給与費明細書を添付してありますのでご覧ください。
以上で議案第4号の説明は終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。議案第4号に対する説明は終わりました。日程6、議案第5号、平成30年度読谷村診療所特別会計補正予算第3号についてを議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。新里正殿健康福祉部長。議案第5号、平成30年度読谷村診療所特別会計補正予算第3号について説明申し上げます。1ページをご覧ください。今回の補正は歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,539,000円を減額し、歳入歳出それぞれ2,805,200円とするものでございます。歳入の主なものについてご説明申し上げます。6ページをお願いします。1巻1項1目の診療収入の診療手数料2,118,000円と介護手数料3,945,000円の減は今年度の実績見込みにより補正減としております。7ページをご覧ください。4巻1項2目の特定防衛施設周辺整備調整交付金の250,000円の減は事業実績に伴う減額でございます。8ページお願いします。9巻1項1目の繰越金1,708,600円は平成29年度決算に伴い計上しております。次に歳出について説明申し上げます。9ページをお願いします。1巻1項1目一般管理費の診療所特会一般管理事業256,000円の減は主に研修医の期間の実績に伴う旅費等の執行残と医師の学会及び研修参加の負担金の執行残でございます。10ページをお願いします。2巻1項1目医療費の診療所特会医療事業403,300円の減額のうち一節の報酬173,800円は任用実績による差額分を補正減としております。13節委託料178,000円は検診受診者数の実績見込みにより補正減としております。18節備品購入費の医療用機器購入費469,000円は入札残を補正減としております。診療所特会介護事業394,500円の補正減につきましては一節の報酬と7節賃金は任用実績による差額分を補正減しております。13節委託料の給食調理委託料172,500円は利用者数の減に伴い補正減としております。以上議案第5号の説明といたします。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。議案第5号に対する説明は終わりました。日程7、議案第6号、平成30年度読谷村国民健康保険特別会計補正予算第6号についてを議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。新里正殿健康福祉部長。議案第6号、平成30年度読谷村国民健康保険特別会計補正予算第6号について説明申し上げます。1ページをお願いします。今回の補正は、規定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ9,058,000円を追加し、
歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ51億6267万5000円とするものでございます。まず歳入の主なものについて説明いたします。7ページをお願いします。1巻1項国民健康保険税は一目一般被保険者国民健康保険税を96万4000円増額、二目退職被保険者等国民健康保険税を31万7000円減額いたします。8ページをお願いします。6巻1項1目保険給付費等交付金1724万5000円は医療費等にかかる保険給付費交付金の増額でございます。9ページをお願いします。10巻1項1目一般会計繰入金で1812万3000円を減額いたします。10ページをお願いします。12巻4項1目一般被保険者第三者納付金130万2000円3目一般被保険者返納金39万3000円4目退職費保険者等返納金1万6000円を増額計上いたします。次に歳出の主なものについて説明いたします。14ページをお願いいたします。2巻1項1目一般被保険者療養給付費は実績見込みにより1億8906万2000円を増額。2目退職被保険者等療養給付費を2934万6000円を減額いたします。16ページをお願いします。2巻2項2目退職費保険者等高額療養費は実績に基づき663万7000円を減額いたします。17ページをお願いします。2巻4項1目出産育児一時金は実績に基づいて840万円減額いたします。18ページから21ページをお願いいたします。3巻国民健康保険事業費納付金は沖縄県に対し納付するもので1項1目一般被保険者医療給付費分2471万7000円2目退職被保険者医療給付費分で20万3000円の減額。2項1目一般被保険者後期高齢者支援金等分で162万円の減額。3項1目介護給付金分で153万1000円の減額をいたします。22ページから23ページをお願いします。6巻1項1目保険衛生普及費で212万円2項1目特定健康審査等事業費で264万6千円を減額いたします。24ページお願いします。7巻1項1目財政調整積立金として1億6183万9千円を計上いたします。26ページをお願いします。9巻1項1目の償還金は前年度に交付を受けた療養給付費等国庫負担金の返還金8523万9000円を計上いたします。以上で議案第6号の説明を終わります。ご審議くださるようよろしくお願い申し上げます。議案第6号に対する説明は終わりました。しばらく休憩いたします。